イシアル・ボジャインは、スペイン・マドリード出身の映画監督、脚本家、女優。フルネームは、イシアル・ボジャイン・ペレスミンです。イシアル・ボリャインと表記されることもある。父親は、航空技術者、母親は、音楽教師である。イシアル・ボジャインは1967年に、マドリードで生まれ、双子の姉妹としてマリーナ・ボジャインがいる。自由な気風の家庭で育ったため、 イシアルとマリーナは幼少期から芸術に興味を示し、イシアルは映画制作の道に進み、マリーナはオペラ歌手になるために学んだ。14歳の時、イシアルはビクトル・エリセ監督のエルスールに出演し、謎めいた父親の秘密を探る少女エストレイリアの役を演じた。18歳以降、イシアルとマリーナは叔父のフアン・セバスティアン・ボジャインが監督した日本の映画、 ラスドス・オリアスと、ダイム・ウナ・メンティーラに出演した。イシアルはまた、フェリペ・ベガ監督、マヌエル・グッティエレス・アラゴン監督、ホセル・イス・ボラウ監督などの作品にも出演した。イギリス人のケン・ローチ監督が、イシアルの赤髪に興味を抱き、スペイン内戦を描いた、第一と自由に配役された。ローチ監督との仕事について、後に、イシアルは、ケン・ローチ、 ウモブセルバドールソリタリオという書籍を執筆した。23歳の時に、ライグアナという映画制作会社を設立し、バハコラゾン、ロスアミーゴスデルムエルトという二本の短編映画を制作した。フェルナンド・コロモの支援を受け、1995年には、初監督作品として、オラ、エスタス・ソラを制作した。地上の楽園を見つけることを夢見て、 海に向かって長い旅に出かける二人の少女についての物語である。二作目の長編、フロレスデオトロムンドでは、フリオリアマサーレスと共同で脚本を執筆した。愛を求めて農村部に旅行する三人の女性の物語である。三作目のテドイミスオホスは、小夜賞で作品賞、監督賞、主演女優賞、主演男優賞、女演女優賞、 脚本賞、音響賞の7部門を受賞し、その他にも新人女優賞、編集賞にノミネートされていた。ボジャイン自身は作品賞、監督賞、脚本賞を受賞した。ルイス・とサール・トラヤ・マルルが出演したこの映画は妻に対する夫の虐待と生活パターンの変化に苦しむ彼らを描いた映画である。2007年のマッティ・ハラスは小屋賞で 作曲賞を受賞した。2010年のアメサイモでは、脚本家の夫トボールラバーティストタンクを組んだ。五夜賞で、作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、新人男優賞、脚本賞、作曲賞、編集賞、プロダクション賞、衣装デザイン賞、メイクアップヘアスタイル賞、音響賞、特殊効果賞の13部門にノミネートされ、 助演男優賞と作曲賞とプロダクション賞の3部門で受賞した。第83回アカデミー外国語映画賞のスペイン代表作品に選ばれ、9本のノミネート作品に選ばれた。この映画には劇中劇が登場し、スペインの映画制作会社がクリストファー・コロンブスの新大陸への到着を主題とした作品を撮る過程で、ロケ地の農民の搾取に関する問題に巻き込まれる。 ガエル・ガルシア・ベルナルが監督役を務め、ルイス・トサールがプロデューサー役を務めた。この劇中劇の中では、フアン・カルロス・アドゥビリが先住民アイマラー族の指導者役を務め、水資源の民営化のための抵抗組織の指揮を取る。アドゥビリは、ゴヤ賞の新人男優賞にノミネートされた。2011年のキャットマンド・ウン・エスペ・ホ・イ・エヌ・ル・シエロでは、 小屋賞の主演女優賞と脚色賞にノミネートされ、主演女優賞を受賞した。2016年のオリーブの木は、呼んでいるでは、ラバーティと3度目のタッグを組んだ。小屋賞で3部門にノミネートされたが、いずれも受賞を逃した。第89回アカデミー賞外国語映画賞に、スペイン代表作品として出品されたが、ノミネートはされなかった。 この作品は2017年7月1日にシネスイッチ銀座や名古屋シネマテイクなどで公開された。ありがとうございます。